自分がなぜここに呼ばれたかわかるか。アブリルとニコラは治療中だ。お前の勝手な行動で貴重なコンダクターが2人も重傷を負ったんだぞ。まだこの世界の断りを理解できないようだな、朝日奈拓人。今一度己の置かれている状況についてきちんと考えてみろ。わからないなりに考えろってことだな。そもそもタクトは元より資料ってものが。二人なら医務室にいるもん。じゃない、こんなところをフラフラしててどうしたの？説教されてへこんでるから慰めてほしいのかな。ムキになって可愛いんだ。今はオフだからね。散歩してただけ。タクトはこれから医務室？今会えるかどうかはわからないけど、そういう姿勢嫌いじゃないわよ。じゃあ私は食堂にでも行こうかしら。じゃあね、タクト。安静必須なんて情けない。それもこれもニコラ、あんたがオタオタしてたからなんだからね。アブリルとコウモリが手間取ってたからじゃん。何か？なんでもないよ。聞いた？朝日奈拓人は難民自治区の D2 を全部一人で撃破したんだ。すごいよね。悔しい。どうして私にこの力がないんだ。あ、何か言った？なんでもないわよ。なんで怒るの？大声は怪我に障るよ。安静のため面会謝絶みたいだむ。コウモリは知らない。どこかで誰かにいたずらしてるんじゃない？聞いたよお兄ちゃん。キイちゃんの本が、キイちゃん知らない間に本のカバーが入れ替わっちゃってるの。いろいろこれきっとコウモリがやったの。ほんとThank you.
昨日の話。僕と君の接点、それぐらいだから。別に普通に戦っただけ。用がないならもういい？したけど普通に。別に君がいようがいまいが、戦えばそれだけ傷つくし。僕は彼らではないので、彼らが君のことをどう思っているかについては答えられないよ。なぜ僕が怒るの？僕は僕が必要だと思うことをやるだけ。そのことに君の行動は関係ないよ。はい。続ける必要があるの？必要があるのかないのか答えればいいのでは？質問が漠然としていて、どう答えればいいのかわからない。ただ同じ質問をアブリルとニコラからもされる。重要なことなのかな。他人が自分をどう思っているかについて考えることに意味があるとは思えない。僕たちが気にするべきはいかに勝つか、それだけだと思うから。何をしに来た、コンダクター。何って訓練だよな、ワルキューレ。お前の訓練は度が過ぎている。非効率とは思わないのか？何を、最後はお前の方が全力だったじゃんか。ん？何が？訓練室では見ていない。カルメンならさっきチラッと来てすぐに食堂に行ったみたいだけどな。はぁ、それにしても腹減ったな。私たちも食堂行くか。食堂に行くにしても先に風呂だ。この汗だくの状態では良くないだろう。これはこれは朝比奈コンダクター、わざわざ出向いていただけるなんて光栄です。あ、汚くしていてお恥ずかしい。先ほどの戦闘で収集したジャンクを利用してちょっとしたアイテムを作成中でして。じゃじゃーん、ご覧ください。こちらの品、一見ただのメガネに見えますでしょ。ところがどっこい、こちらのメガネ、目の前の人物の戦闘力、弱点が見通せる代物。それ
それだけじゃなく、生年月日、家族構成、はたまた初キッスのシチュエーションまで、いわば全ての情報が見通せるという特殊なゴーグルなんですよ。情報を制する者は戦いを制すると申します。このゴーグルさえ手に入れれば向かうところ敵なし。そうだ、お近づきの印にこのゴーグル差し上げますよ。もちろんコンダクターを支え使えることがムジカートの喜び。あ、でもごめんなさい、材料費だけちょっといただけると。毎度あり。相手の全てが見通せるゴーグルなんて、そんな夢みたいなものあるわけないじゃないですか。おや、人聞きが悪い。ご挨拶代わりのジョークですよ。私は笑わせてもらいました。そのゴーグル、普通にメガネとして使えますから、どうぞそのままお持ちください。ところで朝比奈コンダクター、私に何か用だったのでは？え、聞いてないんですか？それはニコラさんの話ですよね。アブリルさんはピンピンしてますよ。怪我は多いですが、まあ自業自得です。あれ、アブリルさんが元気だと何か支障が？いいえ、むしろ感激してました。命令を無視してまで避難民たちを守ろうとした正義感に、コンダクターとはかくあるべきだって。嘘ですけど、カンカンでしたよ。国や隕鉄を放り出すなんてコンダクターの風上にも置けないって。ただ私は感謝してます、あなたに。あなたのおかげでアブリルとニコラのコンダクターとしての覚悟を見ることができました。あなたが去った後も彼らは最後まで国や隕鉄を処理した。まだまだ未熟だと思っていたのに、彼らも立派なコンダクターなんだと分かりました。嘘ですけど。情報を制する者は戦闘を制する。朝比奈コンダクター、情報に踊らされてるようでは、あなたもまだまだですよ。私たちに答えられることなら。いくら難民自治区が私たちの管轄外としても、コンダクターを一人で戦わせるわけにはいかないよ。あなたを守るのも仕事の一つだしね。
まあそうなるわね。また何も説明してないな。これからちょっとずつ説明する予定だったむ。ついてきてください、タクト。あなたに見せたいものがあります。